皆さんおはようございます。ジゾマエです。今日もよろしくお願いします。早速メッセージが届いています。読んでみましょう。いつもドローンばっかり飛ばしているジゾマエさん、カーラジコンも楽しいですよ。雪上で走らせるなら何やら防水のそれらしい車種もあったような。ぜひレビューをお願いします。実は私、小学生の時に初めて買ってもらったカーラジコンをその日にドブ川へ落としてダメにしてしまったトラウマがあります。今回はそんなトラウマをも克服できてしまうこのモデルをご紹介したいと思います。雪でもへちゃらどこでも走るタンクラジコンです。早速レビューしてまいりましょう。今日使いたくなる面白アイテムをご紹介、サクッとレビュー。想像をはるかに超える大きさに驚きを隠せません。では箱を開けてみましょう。値段から想像するに手のひらよりちょっと大きいくらいかと思っていました。これは大きいです。すべて台紙に固定されていました。とりあえず台紙ごと箱から出します。英語マニュアルは図も多く、このタンクの操縦も単純ですのでさほど難しく感じることはないと思います。専用コントローラは握りやすい形状です。スティックやダイヤルではなく前後左右のボタンのみで、左側に前後右側に左右のボタンが割り当てられています。乾電池は別売りです。短期3乾電池を2個ご用意ください。タンク本体が大きすぎてカメラに収まってないですね。大迫力ないでたちと男心をくすぐるカラーリングにしびれます。タイヤやキャタピラではなくドリルで移動する仕組みもユニークですね。本体の起動はスイッチで行います。最後の小箱は充電器でした。 US プラグですのでそのままコンセントに挿して使用できます。7.2V 700mAh 日稼働バッテリー。それでは実際に走らせてみようと思います。どうやらオートバインドのようです。コントローラの LED が消灯すればバインド完了のようです。硬いアスファルトの上ではまさに転がるように移動します。傾斜の影響も受けるようです。左右のボタンと機体の関係が分からず移動に苦戦しています。アスファルトですと地面が硬すぎてスリップしまくるようですね。雪上へと移動してみます。移動速度は落ちましたが割と正確にまっすぐ進んでくれています。横ボタンを押した時がクセモノで、真横へ移動する場合と時計回り反時計回りに移動する場合があります。地面のグリップの効き具合や水平面か傾斜面かでその動きはガラッと変わってくるようです。タンクといえど深みにはまると動けなくなることもあります。機体の足回りは防水されているようで水たまりでも問題なく移動し続けてくれます。文字通りどこでも走れるラジコンです。平面なアスファルトであればドリフトさせながらの移動が楽しいです。おっと、急斜面に差し掛かってしまいました。ミューの関係もあるのか、あがけばあがくほど坂を下へと降りていってしまいます。残念、回収に向かいます。体勢を立て直したところで今度は登りに挑戦してもらいましょう。果たしてうまく登り切ることができるでしょうか。
まっすぐ進めようと前進ボタンを押していても、ほんの少しの傾きの影響を受けて機体が横へ向こうとします。どうやら横向きよりもまっすぐ前への移動の方がパワーがあるようです。坂道を登るコツというか秘密はそのあたりにあるようです。急傾斜を登る際はただまっすぐ進むのではなく、機体が滑らないギリギリの角度を持って前進と旋回を繰り返す方法が良さそうですが、思い通りに動かない横移動の難易度は非常に高いと思います。今度はなんとか抜け切りました。なんでしょう、すごく達成感があります。童心に帰ってひたすら遊ぶ姿にうちのじいさんも鼻水すすりながら退散です。寒い中ずいぶん長いこと遊びほうけていたみたいですね。地蔵前さん、トラウマは克服できましたか？優れた防水性能とパワー、そして迫力のボディデザイン、空を飛ぶドローンとは一味違う楽しさに、子供の頃経験した嫌な思いも吹っ飛びました。操作がボタンによるため移動の加減を調節できないところは惜しいとしか言いようがないのですが、思い通りに動かないスリリングさもこのタンクラジコンの面白さとも言えます。環境に左右されないで遊べるので、そこもまた楽しめるところだと思います。雪の上はもちろん、砂浜や芝生の上などいろいろなシチュエーションで遊んでみてはいかがでしょうか。おすすめです。